皆さんこんにちは、リコです。公的年金の受け取りは原則として65歳からですが、60歳から65歳になるまでの繰り上げ受給と、66歳以降75歳までの繰り下げ受給も選択できます。このうち繰り上げ受給は繰り上げた月数に応じて減額された年金額が一生続くため、一般的には選ばない方が無難とされています。本編は年金の繰り上げ受給の基本と注意点、減額される金額、どのような人に適した仕組みなのかを解説いたします。ぜひ最後までご覧ください。年金の繰り上げ受給とは、原則65歳からの公的年金の受給を60歳から64歳に前倒しすることです。繰り上げ受給をすると、繰り上げの請求時点に応じて年金が減額されます。繰り上げの減額率は、繰り上げ1ヶ月あたり 0.4% または 0.5% で、1962年4月2日以降生まれの人は 0.4%、最大 24%、1962年4月1日以前生まれの人は 0.5%、最大 30% となっているんです。また、繰り上げ受給を選ぶ人の割合はどの程度なのでしょうか。令和3年度の統計によると、国民年金のみの人は 27%、 厚生年金の人は 0.6% と、国民年金受給者の方が多いことがわかります。次に、年金の繰り上げ受給の注意点について。公的年金の繰り上げを請求すると取り消しはできず、減額された年金を一生受け取ることになります。そのため、繰り上げ受給は慎重に考える必要があるんです。その他以下のような点に注意が必要です。1つ目、国民年金と厚生年金の繰り上げは原則同時に請求しなければならない。2つ目、繰り上げ請求をすると、国民年金の任意加入や保険料免除や納付猶予を受けた期間の追納もできなくなる。3つ目、繰り上げ請求をすると厚生年金基金の年金額が減額される場合がある。4つ目、雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付が支給される場合、厚生年金の一部または全部が支給停止となる。5つ目、65歳までは老齢年金と遺族厚生年金は併給できない。6つ目、繰り上げ請求をすると過付年金を受給できなくなる。7つ目、繰り上げ請求をすると、事後重症などによる障害年金の請求ができなくなる。このように、減額された年金を一生受け取ることになる上、その他このような注意点もありますので、繰り上げ受給は慎重に考える必要があると言えます。続いて、繰り上げ受給した場合の年金額について。まずは国民年金の場合、繰り上げ受給額を2023年の国民年金の満額 66,250 円をもとに試算し、1ヶ月あたりの減額率は 0.4% とします。そうするとこのような金額となり、60歳ですと最大 24% の減額となり、月額でいうと 53,500 円、年額は 604,200 円となっています。続いて、厚生年金の場合はこのようになります。厚生年金の繰り上げ受給額は、2021年の平均年金月額 145,665 円をもとに試算し、1ヶ月あたりの減額率は 0.4% の場合です。厚生年金の場合も60歳ですと最大 24% の減額となり、月額で 117,005 円、年額で 1,328,464 円となっています。では最後に、繰り上げ受給はどのような人に適しているのか見ていきましょう。1つ目、貯蓄が少なく働けない人、まとまった老後資金の準備ができておらず、また事情により働けない人は、年金の繰り上げ受給を検討してもいいでしょう。なるべく繰り上げ受給はしない方が良いと言っても、生活に困窮する人には年金は役立ちます。困った時はカードローンなどを利用せず、年金の受給手続きを始めましょう。またこちらのサムネイルの動画でも解説しておりますが、生活保護の受給も視野に入れておくといいでしょう。2つ目、年金が多少減っても若いうちにもらいたい人、金額が多少減額されても年金を早く受け取り、自分の好きなことに使いたい人は繰り上げ受給を検討してもいいでしょう。ただし、先ほどもお伝えしました、繰り上げ受給によって不利になる点についての理解は必要です。3つ目、長生きに自信がない人、
持病で入退院を繰り返していたり、がんなどで余命宣告を受けていたりして、長生きにあまり自信のない人は、年金の繰り上げ受給を検討してもいいでしょう。ただし、注意点として、繰り上げ受給をすると、障害年金の請求ができなくなります。障害年金は、がんや糖尿病なども対象になるため、条件についてよくわからない場合は、年金事務所に相談しましょう。ここまで年金の繰り上げ受給についてお伝えしてまいりましたが、年金の繰り上げ受給は減額された年金を一生涯受け取る。一度請求すると取り消せないなど、不利になる点がいくつかあります。これからどうなるか予想するのは困難なため、損得だけで判断せず、これからの過ごし方や財産状況なども踏まえ、慎重に検討することが重要です。本編はあくまでも参考までに、悔いのないセカンドライフを送れるよう、お役に立てたら幸いです。その他、お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では、皆さんいつも高評価とコメント、本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連、様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。